こんにちは、鈴木健三と申します。皆さん前回ですね、これ見せたの覚えてますか？まあ覚えてるでしょう。鈴木、あれ映ってない、あった、鈴木健三マグカップ、これね、あの視聴者にもらいまして、ねもらったんですけど、30個、これ30個もらったんですけど、今回再びですね、視聴者の方からもらいました。なんか俺定期的に俺がこじきしてるみたいになるけど、違うからね俺マジで。なんか好意で送ってくれました、鈴木健三様宛てで、しかもいただきました。これちょっと開けていこうかなと思います。これ僕が隠しました住所、これもまたね、なんか視聴者に配るように使ってくださいって、なんか視聴者に配るグッズを視聴者にもらうっていう、そういう事態となっているわけでございますけれども、まあまあ非常にありがたい。こっちとしてはお金かからずにただでねいただいてるわけですから、本当にありがとうございます。見ていきたい、ちょっと開けるね、もう口で力技パワーで、よいしょ、開いた、あ見て、開けたらね、缶バッジが多分40個あります。40個なんか缶バッジが入ってるんだって、これ、あすごい、あ何これ、え何これ、待って箱何これ、えいつも楽しい放送ありがとうございます。建造缶バッジを何かに役立ててください。これからも応援しています。企画多いけど頑張れ。なんかすごい缶バッジが、あこれあれかも、作ってくれた人かな、これ見て、鈴木建造が、これ何この、これジオーなんだけど見て、これ何、これは缶、これ缶バッジか、なんか何このサプライズ、何この、待って何これ、プライズ品が入ってる。しよう、えだってさ、ほら関係なくない、これ、これは何プレゼント、これ俺もらっていいの、これ開けていいかね、ワックワクなんだけど、おおおお、普通にジオーだ、見て、ああもらっち、いいのこんなんもらって、これ関係なくない、俺ジオー、あマジで、うん、仮面ライダージオーのフィギュアをもらってしまいました。最近のプライズ品はなかなか、あこれは結構首が長いね、なんかね、フィギュアーツ SH フィギュアーツの、あの仮面ライダージオーは結構ね首が短いって言われてて、これフィギュアーツのジオ、これ首結構短いでしょ、首の可動がね、だからね、このなんて言うんだろう、こう下向きにするのがね難しいんだよ、これこうほらここまでしか向かないから、なかなかねこの首の可動が厳しいのと、あと横脚とか言われてますけども、まあこれはこれで結構いい出来。そしてこいつは対照的に首長めですね、これはね、複眼も結構ちゃんと再現されていて、あーちょっと複眼の印刷とかがずれてんのかなこれな、まあプライズ品だからな、そこまで細かく求めてはいけないかもしれない。まあ結構綺麗に色も塗られていていいですね。フィギュアーツのジオ、フィギュアーツでね、プライズ品のジオをもらってしまいました。あーそうですね、ほら見てこの足裏、これちゃんと塗られてんのすごいわ、見てこのフィギュアーツのさ、ジオさ、足裏塗られてないんだよ。これが俺一番嫌だったんだよ。なんで色塗ってくれないんだよと思って。足裏塗装。これしっかり足裏まで塗装されてますね。これいいですね。あ、ありがとうございます。いただきました。フィギュアーツ、ジオ、フィギュアーツじゃねえ。なんか毎回、間違うけど、ジオをいただきました。あー、こんなんもらっていいの？なんも関係なくない？急だね。サプライズってことですか？ありがとうございます。僕聞いてなかった。僕聞いてたの缶バッジだったんで、缶バッジを、缶バッジ開けようぜ。まず、缶バッジを。よいしょ。ほら、これ4、うわ、気持ち悪い。わあ、お前これ。気持ち悪いよ。なんだこれ、俺の顔が。乗ってますね。ありがとうございます。缶バッジをいただいてしまいました。これいくらぐらいするんだろうな、1個作るのに。なんかすごいね、みんなね。
続々とあ、なんでこれももらってしまったんで、これもね、まあ視聴者の皆さんにじゃあ還元していきたいと、配布していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というところなんで、どうもありがとうございました。なんかこんなもんもらってしまっていいんでしょうか。すいませんね、どうもありがとうございます。もう物乞いで俺生活していけるんじゃないかな、マジで。皆さんからいただいた食料とか、俺食料とかもらって生活しようかな。乞食生活始めようかな。どうもありがとうございます。ということなんで、マグカップと、缶バッジとそして、ステッカーとね、えこんな感じになってまいりました。これなかなかマジでラジオ番組とかのさやつじゃん、ガチのマジで充実してる。すごい、これもうガンガンさばいていこうと思いますので、よかったら皆さん、じゃあ今日のこの動画のコメント欄で、なんかやってください。もうそれで気に入ったコメントがあれば僕は送りつけます、別に連絡取って。ということなんで、今日1個さばこう。じゃあもう余りまくってるから、もうダダ余りしてるから、本当に缶バッジ40個とマグカップ30個でしょ、70個余ってんだよお前。ステッカーが5枚、6枚と76名ぐらいに俺プレゼントできるだけのものができてしまいましたので、これちょっとさばいていきたいので、どうぞよろしくお願いいたしますということなんで、どうも本日本当に誠にありがとうございます。こんなものもいただいてしまってね、これどうしよう、僕どこに飾ろうかな。ありがとうございますということで、非常に有意義なマジでちょっと申し訳なくなってくるな。俺もなんか新しく作ろう本当にということなんで、缶バッジをいただいてしまいましたよという、自慢の動画でした。以上今日の動画終わりー。鈴木健三の